ただただ幼少期のトアが現代で日暮家のみんなと過ごすほのぼの漫画とか誰か書いてないのっていうことでね、今回もですね、まあ、いつも通りですが11月24日発売されましたサンデースーパー1月号掲載のコミカライズ版汎用の写真27の章戦のね話していきたいかと思います。まあね、その話メインの話する前に、見てもらいたいのはこの1ページ目、立ち尽くす幼少期のトアと突っ込んできたトラックの構図、面白くない？迫り来るこの緊迫感に対してのトアさんのこの何も気づいてなさ、このさっていうのがですね、すごいなんか警察のね交通ポスターをこう彷彿させるなというのをね、守ったり、あとこのトワさんがね見ているのがまたその犬夜叉でも登場していたタタリモッケっていうですね、妖怪、現代にもねまだ存在する妖怪でして、まあこれをね懐かしいとね思った人も多いのかなというのがあったり、あとそもそもこのトラックに惹かれる話っていうのがちょこちょこですね、あの漫画版夜叉姫の中って語られていたワードだったりするんですけど、まさかこうやってねちゃんとの回収していくとはという部分もね、あったりしました。なかなかねいい導入だったんじゃないかなっていう感じです。でもまあこの場面自体はですね、やっぱりその一番最初にちょろっとその過去話を入れてからの本編入っていくっていうね、まあ椎名先生のいつものね手法だったりするんで、まあ関係ないじゃ関係ないんですけど、でもこれがですねまたちょっとその持論展開しちゃうんですが、犬夜叉といえばその中学生がね戦国時代に時を超えてしまうというそのタイムスリップものでありながら、井戸に入ればまあいつでもね帰ってこれちゃいますよっていう平和な現代と殺伐とした戦国時代の交互欲と、まあ、逆にその犬夜叉が現代の方へ行くっていう逆側のその時越えものもあるよっていう部分がこう魅力的だったのかなと思うんですわな。でも夜叉姫ではですねその要素が継がれることがなく、枠的にも展開的にもですね、それができる状況ではなかったので、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないとこではあるんですけど、でも過去の話ならばですね、このとは限定ではありますがこう見ることができるんですよね。だからその現代とのね物語をするにはこの過去話っていうのは非常にね有用であるよという感じで、本編入っていきますと、今回戦というね、タイトルではありましたが、まあ、前回同様そのゼロとの決戦に入っていくと言いますか、その前回の話と合わせて戦に入る準備がね整っていったよっていう話になっておりました。ですのでまあ今回もそこまでね大きな動き展開的にはなかったんですけど、まあその中でもですな、まあ気になるところ話していきますと、この次回からね、まあ、決戦の場所となる博多図ですでに待ち受けていたゼロさんの軍隊っていうのがね、あるんですけど、それがですねこの港の場所の海の7割を埋めてしまうほどの数であるよと。でこれにはですね琥珀さんももう逃げることも戦いですよとアニメにもねあったような提案を入れていったんですが、それに対するトワさんの回答っていうのは、こう自身の大妖怪の血に従い正面突破を行うというですね、まあ、無謀もいいところだなという話で、っていうのもですね前21の章であった前回のねそのゼロさんとの戦いを思い出してもらいたいんですけど、ここではその三姫リク、リオンが揃っている状態でもう何のなすすべなくやられてしまっておるんですわ。けどなんとかその犬夜叉カゴメリンの幻影と殺生丸様のおかげでねその撃退することができたよっていうお話だったんだけど、でも今その幻影を出してくれた、夢の胡蝶はね消えてしまっておりますし、その殺生丸様がまあ来てくれればね結局この人で何ともなるなっていう話はあるんだけど、まあ、こうがねどう動いてくれるかもねまあわかんないよと。でもまあその代わりに今その琥珀翡翠さんがね、まあ、参加してくれるよっていうのがあるんですが、そこを踏まえて考えてみますと、まあ、彼らのその戦闘能力、まあ、この二人の戦闘能力が現状その司教との戦いでしかね、とわからないので、まあ、どんなものだったのかなと見ていきますと、まず翡翠さんの方はですね、雑魚敵に対してね、まあちょっと頑張っていたかなというところしかないので、まあ、そんなにわかんないんですが、でもその刹那さんだったり、退治屋のね、面々の言葉を聞くと、そんなに強いってわけではなさそうよな。で、琥珀さんもその唐鉄に対して群青玉をね、投げてひるませるっていう動きしかですね、その前の司教との戦いではありませんでしたので、同じくその戦闘能力としてはまあ未知数ではあったりするんですが、まあアニメ同等と考えますとこの2人がその戦況をねめちゃくちゃひっくり返すほどのねものではないのかなと、思うところではございますが、でもやっぱりですね、まあ、せっかくこう参加しているのでさすがお頭と思えるようなね活躍が見たいなと思う部分もあったりします。はい。そして、まあ、他のですね、前回のそのゼ
03の戦い以降の変更点で言いますと、やっぱりその博多にねたどり着くまでありました、和田摘津地との戦い。まあこの戦いでもね、そんなにというか、まあ結局刹那さんがまあ特にね大きく活躍したというか、まあ一番ね経験値を得てるかなという話があります。でやっぱり結局ですね、その03に一番効いてくるのはその刹那さんの持つゆかりの断ち切りであるっていうのはね確実かなと思うので、まあ少しでもねその刹那の持つ力が上がったっていうのはね、まあ大きいところなのかなと思うんですが、でもとはいえね、その刹那さんが頑張ってくれる、その力がね活躍するっていうところも希望的観測に過ぎませんので、まあ、現状のその戦力の上で、まあ三姫陸リオン琥珀翡翠キララ竹千代の状態でただただ叶わなかったゼロプラスそのね配下の集まりにね真正面からぶつかっていくのはね、やっぱ無謀よなっていうねところはある。けど、まあ、ここら辺が、まあ、その、どういう風にね、戦いになっていくのかっていうのが、まあ、次回のヤシャ姫でね、おそらく、まあ、これまで流れ的にもですね、その2話ぐらいかけて、ゼロとのね、決戦編やると思いますので、楽しみにしたいかなと、思うところでございます。はい。そして、次にですね、まあ、今回はそんなね、最終決戦になるだろう、ゼロさんの、まあ、思いについて、刹那さんがね、なんかいろいろと思い起こすシーンがありましたので、ちょっとそこら辺振り返っていきますと、まずそのゼロさんっていうのがですね、まあ、現状の状態、まあ、前のね、動画でもちょっと触れた部分ではあるんですけど、まあアニメ同様ね、ゼロさん犬の大将にねこうすごい思いをね募っていたんですが、200年前にその大将が亡くなってしまったよっていうことと、まあ500年前にありましたそのめちゃくちゃね近くにいたにもかかわらず可愛がっていたメイのね、リオンを死なせてしまった妖霊星の攻撃でね、やられちゃったよっていうことに対してすごい、まあ後悔のね念を抱いており、その悲しみにね、まあ、耐えながらもその麒麟丸の代わりにその配下をね率いていたんですが、まあ最終的にですねその悲しみに耐えきれず心を破壊してしまいましたよと。でその破壊した後にできた心の隙間っていうのを妖霊星にいいように付け込まれてしまい、まあおかしくなってしまっております。はい。なのでまあ今回のねその刹那さんのまあ回想にありました、人間以上に情け深く犬の大将との思い出を大切にしていたのにそれを忘れてしまったっていうところ、はい、これはまあやっぱ純粋にねその心を破壊したことで記憶的な部分もねまあすごい曖昧になってしまったのかなという。そして心の底ではね止めてほしいと思っているっていうですね、カゴメさんのね言っていた言葉も、まあ今ゼロさんというのは妖霊星によって、心を支配されておりますから、まあ本来とね本来の意思とまあ反したね行動をしているから本当はまあ違うんだよという話。そして、セッションマンさんのね言っていました、まあ、最初そのゼロの涙を拭えっていうね、こうすればまあ解決するよみたいな感じのことを言ってたんですけど、これはやっぱりまあねアニメと同じくそのゼロさんに心を取り戻させ自身の力で悲しみをね、乗り越えさせることでなんかいい感じになるよっていうね意味合いなのかなと思うんですけど、でもその悲しみを乗り越えることを涙を拭えってね、言ったりするどうですかっていう感じもねあったりするし、そもそもここまでのそのゼロさんの状態っていうのをせつなさん分かっててるのかな、ここまでの話を理解していなかったらそのゼロについて考えるっていうのは、まあ、最終的にそのゆかりの断ち切りを使うっていうのをねただただ暗示しているっていう話になるんですけど、そのここまでの話を全部理解した上でまだ妙な感じがするとゼロに対して言ってるんだとするならば、もしかしたらまだそのこちらの知り得ないこれ以上のそのゼロの秘密っていうのがまだまだあったりするのかなと。まあでもどちらにしようとですねその意思をねじ曲げられていることには違いませんので、まあ先ほどの話もあります、何度かね話しております、その刹那さんの持つゆかりの断ち切りのね、悪しき流れを見破りあるべき秩序と調和を取り戻す力がね、活躍するだろうっていうね、話で、今回は、漫画版汎用のヤシャ姫27の章戦のね話でございました。